金子本金子本源氏物語は、源氏物語の写本の一つ。河内本系統の本文を持つ源氏物語の写本として比較的早くからその存在が明らかにされた写本の一つであり、国学院大学や慶応義塾大学で教授を務めた国文学者の金子元臣の所蔵となり、金子自身が金子本と命名して、青病資本系統の本文を持った江戸時代の、 半本である古月章を定本として金子が作成した広本、定本源氏物語新海から1930年に河内本を代表する写本として平瀬本と共にその行為を掲載したことによって広く知られるようになったため一般にこの名称で呼ばれている。金子は本写本について1925年9月に出版した低本源氏物語新海上において 十二十三数年前に図らずも入手したと述べているがそれ以前の伝来は不明である。宮中の一つ、病状書は、この幸運本を青表紙本にあらず、河内本にあらずと述べており、それ以後の古注釈書のいくつかも大筋でこの記述を受け継いできたため、かつてはこの幸運本については、幸運本原本とそこからの転写本を一つの系統と考えて、 青表紙本でもなく、河内本でもない高雲が整えた第三の系統の本文であると考えられていた。これに対して、金子は河内本であるとされた平瀬本の本文と、この金子本の本文とを具体的な比較を行うことによって、明状症の説にことを唱え、初めて幸運本とは河内本であるとした。本社本は各館の巻末に幸運による バツカと奥書きを持つために、高松の宮家本と並んで、河内本系統の中でも幸運本系統の代表的な写本とされている。かつては本写本は、高松の宮家本を転写したものと言われていたが、鈴虫には幸運による奥書きはなく、英章17年4月7日から同9日にかけて、御金利本を直接書写したとのわけ親むによる奥書きが存在することや、 各館の巻末に高松のみや過本にはない広雲による中期が存在するこのなどから現在では高松のみや過本とは独立して幸運本の原本たる金利本を直接書写したものであると考えられるようになった。奥書きによれば本社本は分け親おさむが家の証本にするため当時の納筆家たちに著者を依頼したものであり、 英章13年12月17日に書写に着手し、必ずしも巻所に沿っていたわけではない順番で何度かに分けて行われた書写は、英章17年ウルー6月13日に完了したとされる。金子は、赤子、江合わせ、巻柱、藤浦場、若菜下、横笛、二大宮、高梅、勾配、あ浮船、影げ 夢浮橋の十二条が掛け青表写本による補写であるとしていたが、池田機関は上記に、椎のもとを加えて、赤柱、エア合わせ、巻柱、藤浦場、若菜下、横笛、二王宮、勾配、椎のもと、あずまや、浮船、鍵郎、夢浮橋の十三条が掛けているとしている。これらの巻が掛けるに至った事情や金子と池田で、 かけている巻きが異なる事情は不明である。金子元とによる古月章を定本とした広本に行為が再録されている。なお、行為源氏物語、源氏物語体制行為編及び河地本、源氏物語行為修正といった現在一般的に使用されている広本への採用はない。伝二条ためき筆本金子元とは、 数多くの源氏物語の写本を手に入れており、本写本以外にも以下のようなものを確認できる。また、上記の写本の源氏物語以外にも、定本源氏物語深海中間の口絵で紹介されている金子元美書像とされる小勝寺本源氏物語も金子本と呼ばれることもある。ありがとうございます。